はようございます。釣り子 TV です。まあ、ちょい使っているんで、もしかして、気づいてる方もいるかとは思うんですけども、これ、なんとね、ハワイに行く寸前にドローン買いました。ね。店頭にね、買いに行ったらね、人気のモデルみたいで売り切れっていうことでね、でもね、アマゾンで探したら、自分の欲しかったこのね、セットね、バッテリーとかが追加でついてくるですね、セットが売っていたので、これをね、持ってね、今回ハワイに行ってみたんですけど、まずはですね、その、ちょっと空撮でね、撮ってきた綺麗な絵なんていうのを、ご覧ください。というわけでね、まあ、いろいろ綺麗な絵がこれから撮れるぞっていうことで、空撮にもチャレンジしてみたんですけども、実はね、いつもの感じで、釣り道具買った時みたいな感じでね、これね、買った時の開封動画、こんなのも撮ってありますので、ぜひご覧ください。アマゾンっていうことで、注文していたある物が届きましたよ。あ、おはようございます。釣り子 TV です。ということで、早速ね、ちょっとね、開けていきたいんですけども、これはね、ちょっと前からほんとね、ずーっとね、考えて、どうしたもんかな、なんて思っていて、とあるタイミングでね、えいやーってポチッとしちゃったんですけども、あー、来たー、はーい、来ましたよー。マーヴィックミニー、ちょっと出しますね。はーい、これね、ドローンです。いやー、ついにね、こう、ドローンデビューしようかな、なんて思ってね、マーヴィックミニの、フライモアコンボね、これを買ってみましたよ。もうね、いやー、こういうの出るんだと思って、何回かね、スパイクであるとか、あとは、その他のモデルとかね、出るたんびに買おうかな、なんて思ったんですけども、これが出たタイミングで、ついに買ってしまいましたっていうのはね、ここに記載されてるこれね、なんと 199g という重さに、抑えられているので、もちろんね、ルールはいろいろと守った上で、ただですね、航空法の適用範囲外っていうことで、ルールさえしっかりね、もちろん飛ばしちゃいけないところでは飛ばしちゃいけないんですけども、守れば、従来のね、少し重めのモデルよりも比較的飛ばせるところが、増えるんじゃないかなっていうことで、まあそんな感じでね、早速ね、開封していきたいんですけども、どこから開ければいいか。本体だけのモデルとかもあるんですけども、今回はね、フライモアコンボっていうね、こういろいろと詰まっているセットを買ってみましたので、結構ね、この動画見てる方なんか、釣り人の方が多いと思うので、ちょっと釣り場でドローンね、どうしようかな、やってみたいななんて思ってる方も、この機体ね、気になってる人が多いんじゃないかなと思うんですけども、自分もその一人です。それでもって、まあこのね、フライモアコンボであれば、まあ、バッテリーがね、ちょっとね、多めに入っていたりということで、いいんじゃないかなってことで、じゃあ早速開けていきたいと思います。ケース、はい、以上かな。まあね、こんな感じでね、今ね、空っぽになりましたけども、いやー、ちょっとね、じゃあどこから行こうかなってことですけども、これ本体ですよね、きっとね。これ早速開けていきたいと思います。うおー、どんな感じかな。じゃじゃじゃー、うわー、ちっちゃい。こんなにちっちゃいんだ。あ、でプロペラとか最初からちゃんとついてくれる。あ、軽っ。199g っていうことは、
ちょっとしたね、スピニングリールね、よりも軽いかなって。まあ今ね、150g 台のね、スピニングリールとかね、どんどんね、高級機種では出てきますが、結構普段使いのね、まあ大体2万円とか、そこら辺前後のスピニングリールはやっぱり 200g とか 230g 台が多いんじゃないかなと思いますが、それより軽い。もうね、びっくりするぐらい軽い。こんな感じでね。シールとかがいろいろ貼ってありますが、まあ、この本体と、これはバッテリー充電用のやつかな、どうかな。あ、そうですね、これでいっぺんにバッテリーが、充電できるよっていう、そういったものが入ってますね。それとそれとこちらのケースはなんじゃらほいということで、ここで開くかな。はい、開けると、あー、コード類ですね。コード類がいっぱい入っていて、こういったこう予備パーツとかがね、しっかりいろいろ入ってるよっていうことみたいなんですけども、中身をチェックしていくと、まずはマイクロ USB の充電ケーブル。これはコントローラーの予備ですね。スティックのコントローラースティックの予備ですね。この中には予備パーツがね、小さくてなくしちゃいがちな、はい、これコントローラーにつけるね、予備のスティックがついております。はいはいね。それとそれと、まあここら辺もコードですね。これまた、マイクロ USB の、コード、まあ、充電とかねするときに使うんじゃないかなってコードと、ここが結構ね重要じゃないかな、このコードは。はい、ライトニングとかのね、コネクタと、これ、まあなんだろう、そのコントローラーとその携帯電話をつなぐための、各種ね、セッティングするためのコードね、これが3つついておりました。あとね、これは何だろうか、これはですね、ここですね、プロペラを交換するときに使うよっていうですね、ネジ、プラスドライバーがね入ってます。でこれで本体がいて、でこちらが今度コントローラーね、はい、これにスマートフォンを設置して飛ばすっていうことになるはずですが、こう開いて、でね、便利なのがね、ここにね、前はねこれ取り付け外しできなかったんですけども、ここにさっきのね予備でもあったコントローラーがしまわれていて、これをこう現場でネジネジするとつくよっていうね。はい、でアンテナですね、これがアンテナね。で録画ボタンとかがあってね、ここがね、ちょっと滑りづらいようなグリップになっていて、こうしっかりとスマートフォンが取り付けられるよって、こういう感じになってますね。でその下には、プロペラの予備ですね。予備プロペラが3セットね入っていて、でまあそれを交換するときに使うネジもあるので、ここら辺は一緒に入れて、でこれも一緒に入れてしまっておきますかね。最初のプロペラはついている様子なので、はい、で気になる本体ね見ていきたいと思いますけど、まずねこのシールがいろいろあるので、これを剥がしていって、ここにもシールがあるな。その前にこっち剥がしたらいいかな。結構ねプロペラとかね、ほんと軽くて繊細なものなので、あんまり急に、やると良くないのかな。でこう開きので、こっちね、これ大丈夫、開きの
あ、バッテリーは入ってないですね、今まだね。いやー、ほんとね、軽快に作られているんで、シールとかも慎重に剥がして。で、ここはね、これカメラね、ジンバルってこう、制振装置がついてるんですけども、それのカバーがあって、で、ここにはね、こう動くような、ね、これによって、安定したこう、なんていうのかな、まるで止まってるような絵がね、撮れるんですけども、そのカバーなんかも最初からついて、じゃあこっちは何かなって見ていきたいと思いますが、 DJI って書いてあるね、これ充電のまあコネクターですね。そしてこれは何だろう、結構綺麗に全部入ってますね。あ、取扱説明書ね、取扱説明書が入っていて、これは重さ的にバッテリーかな。ちょっと開けてみますね。はい、バッテリーが1、2の3、バッテリーが3つ入ってました。これがね、重要で、自分もドローン何回か飛ばしたことあるんですけども、結構ね、やっぱ一回その持って行ってね、バッテリーね、夢中になって飛ばしてるとすぐなくなっちゃう。で、その1個しかないと、もしくはあのこのね、いっぺんに充電できるこういったユニットがないと結構ね、困っちゃうだろうなと思って、このバッテリー3つついてるよっていうところでね、もうね、このフライモアコンポっていうのを選んでみたんですけども、で、これはまあでかいからあれだろうなって、なんか目星はついてるんですけども、はい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 ね、これはあのプロペラガードね、このプロペラの周りに装着することによって、まあ不意のね、木にね、異常接近してしまってぶつかった時とか、プロペラが直接ぶつかったら大破してしまうような状況でもね、このカバーをつけることによってね、最悪の状況を防げるよっていうね、こういったものですけども、まあね、ちょっとね、こういうのもね、一応ね、 あった方がいいかなっていうことで、まあこんな感じでいろ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 と入っていて、中身がなっておりますが、まずはね、そうですね、まあ開封してみたら、まあこんな感じでいろんなものが入ってたよってところですけども、まずはじゃあ一回離陸してみますかね。これ DJI のマービックミニね、これを飛ばして綺麗な景色狙ってみたいと思いますよ。
わけでね、空撮でいろいろと、綺麗な絵撮れないかなっていうことでチャレンジしてきてみました。またね、今後はまあ房総のダムとかね、いろいろな飛ばせる環境があるところでですね、ちょっとした、空撮の絵なんていうのも交えながらですね、より面白い動画作っていければなと思いますんで、今年、2020年ね、引き続きよろしくお願いいたします。こんな感じでね、ちょっとパワーアップしてきますので、ちょいちょい上げていこうかと思います。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、DJI のマービックミニ、これを買ってみたよ、開封してみたよ、飛ばしてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。